こんにちは、佐々木です。本日はメールカリ。自宅ではなく、コンビニや郵便局に受け取る方法を変更したいです。受け取る場所の変更方法とは、というテーマについてお伝えします。それでは、早速いってみましょう。商品をコンビニ受けたり、や郵便局で受け取る方法に変更したい場合ですが、まずスマホで、UU メールカリ便に設定してください。 同時に匿名配送となります。購入者が商品を購入してから購入希望者が自宅近くのローソン、ミニストップ、郵便局などの場所での受け取りが可能になります。その後、そのまま商品を配送していただければ大丈夫です。ぜひ試してみて ください。LINE 登録お願いします。LINE 登録していただきますと、30分無料コンサル、10万円稼げるマリニマリアルプレゼントします。なぜ10万円稼げるかを詳細に記載しています。ぜひ楽しみにしてください。登録したいに、ニックネームかスタンプをお願いします。よろしくお願いします。本日は最後まで見ていただきありがとうございます。番組登録 お待ちしますよろしくお願いしますありがとうございました